こんにちは、早川洋平です。石田イラ恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第106回をお届けします。イラさん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、これ配信されるのはお盆ちょい前ぐらいですけど、何してます？この頃はちょうどちょっと旅行行ってるんじゃないですかね。あの恒例の沖縄旅行って感じですね。いいですね、上の方ですか？上の方なのかな、上の方だと思います。なんかちょっと大きめのリゾートですね。じゃあ何もせずに、ほら井田さん、なんか行った時にちょっとこう人生全体俯瞰するみたいな時も前あるって言ってたけど、今回本当にもうなんか遊ぶだけ。そうですね、今回はまあ特にまあちょっとのんびりできればいいかなぐらいかな。いい、ね、そこまでがちょっと忙しいのでね。あ、そうなんですね、ぜひね、ゆったり、はい、あと1ヶ月後ですがしてください。さあ、今日は22歳女性の方からいただいています。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。皆さんのおかげでセックスや性は悪いものじゃないと思い直せた矢先のことでした。おお、いいね。いきなり書き出しですね。はい、この間男友達と飲んだ勢いでセックスをしました。はい、お互いパートナーはいませんが、それぞれ本命ではないことを知っている関係です。大人じゃないですか恋人にはなれなさそうだけど、友達とも分類されない感じです。一時の安心感をくれるだけでいいから、あ、一時のですね、くれるだけでいいから、ね、私は男友達とセフレになりたいと思っています。そこで質問なのですが、井田さんはセフレに対してどう考えていますか？お、攻めてきたね。これ22の女子に聞かれると痺れる ね。不特定多数と関係を重ねるよりもセフレの方が安全だし、はい、純粋な安らぎを求める行為として真っ当なものだと思います。なるほど、いろんな理屈があるね。虚しくなるかもしれないという予感はもちろんありますが、何もしなくても、空虚感はあるので、はあれあれば大差ないのではと。パパ活など流行っていますが、イラさん的に最近の若者の性行動についてどう思っているのか聞かせてください。なるほど。22歳からですよ。正直言ってこの形もありじゃないですかね。だって問題ないですよね、お互いなんとなく了解しているんであれば。ただこれをさ、コメントとして口に出して相手に伝えるのはなかなかだよね。そうですね。女の子から、私とセフレになろうよみたいなことを言われると厳しいもんね。特に今ね、男性はソフレ世代ですからね。添い寝の人たちですからね。そう。だから、逆に言うと、この彼女みたいな22歳で、これだけ活発に動けていて、その楽しめている人は、本当に問題ないし、そのままどこまでも自分のペースで楽しんでねって感じなんだけど、はい、やっぱ全然ね、付き合ってない人とか、経験がない人っていうのが一番の問題だよね。よく話になりますけど、今20代の男性の4割が童貞だとか言うじゃないですか。はい、20代の男性って言ったら20歳から29までずっとですからね。その総数の4割が童貞ってなんか恐ろしい。かなりの数。そうですね、いくら高齢化とはいえそれなりいますよね。そう、100万単位でそういう人がいて、その女性ときちんとした関係を結べずにいる、一人きりで生きているなんて考えると、この人は問題ないけど、その子たちだよね、一番の問題は。なんかね、その辺の乖離はやっぱり本当によく社会で言われてて、そういうニュースで出てることと実際って、なんかずれてる時もあるじゃないですか。でもやっぱこういう質問リアルなのもらうと、やっぱりそんなずれてないのかなって思っちゃいますよね。いや、セフレ自体はね、お互いは了解しているんであれば別にいいと思いますけどね。それに、なんていうのかな、はい、ゲームの中での方がやりやすいいろんなチャレンジってあるじゃないですか。あ、そうですね。なんか本当に大事にする恋人みたいにできないけど、みたいなのも楽しんだりできるから。ここでしかできない楽しみはあるかもしれないですね。だからまあ若いうちはいいんじゃないかなって思いますけどね。逆になんか勝手な心配なんですけど、この彼女がもうそういう方だけが楽しくなって、いわゆる普通の恋愛というか。でも例えばさ、22だったら、例えば20代の後残り8年をさ、はい、いろいろ散々遊び尽くして、で、それからね、こういう子だったら男の人はそんな途切れないで探せるだろうから、はい、30になってから、さあじゃあ結婚でもするか、ぐらいだって全然悪くないよね。そうですね。いいじゃないですか、なんかすごいテクニシャンの奥さんっていうのは。でもそう考えると なんでしょうね、こう、なんだろう、その、ま、性行動ってこの彼女は言ってますけど、その性的に成熟してるというか、実際その体験って意味じゃなくて、精神的に、っていうのはやっぱあんま年齢関係ないんですか？やっぱりなんか、それぞれ自分にとっての欲望のなんか量みたいなのが決まってると思うんですよね。それがすごく淡い人はずっと淡白なままだし、すごいアクティブな人はもう10代、
前半からずっとアクティブなので、うん、今日はあの後で紹介するこの死刑囚ピーウィーの告白っていう本なんですけど、はい、この彼は12か13からずっとアクティブなんですよね。へー、12歳ですか、もう地獄のような本なんですけど、そのアクティブっていうのはその性的にアクティブ、そうです、そうです、はい、友達の妹を呼び出して、みんなで犯しちゃったりするレイプとかするんですよ。すごいですね。まあ、その妹っていうのがまだ13ぐらいなんですけど、まあ、じゃあでもあるんですね、よしあしは別としてね。いや、あると思いますね。だから人のその欲望のあり方って本当に濃淡があるし、うん、形の決まりもないから、自分なりに自由なことをちょっとずつ試していけばいいんじゃないかな。なので全くない人だけかな、今心配なのは。うん、若者の性行動はどうですかって言われたら、いや、性行動が絶滅している人が本当に心配って感じだよね。うん、でも確かにこの彼女文面から見てもなんか、心配な感じないですよね。そうだね。暗い感じがない。なんか男を探すのうまそうだしね。まあじゃあ。だから本当、なんかこういう、自分からちょっと積極的にそういうのも好きだよねっていう隙を出してくれるとね、男の子も生きやすくなるんだよね。男性にはそうかもしれないですね。うん、それに、なんだかんだ言ってさ、本当にセフだと思って長く付き合っているうちに、あれ？ちょっといいかもってなって、本当にね、結婚したり、ちゃんと付き合ったりするカップルってたくさんいますから、その体からだけ始まる恋愛みたいなのいくらでもあるのよね。実はそこからそういうゴールもあるかもしれないってことですね。うん、古来考えてみると、日本人はどちらかというと、その、片思いでとっても素敵みたいなのよりは、はい、どちらかといえば、セフレパターンで始まるのが多かったんじゃない？ああ、そうなんですかね。うん、だって、ね、平安時代の頃ね、どこどこの姫様は綺麗だって噂聞いたら、もうともかく呼ばれして、ね、はい、歌読んで渡してみたいなことの繰り返しなので。そうですよね。うん。じゃあまあ、引き続き彼女は、楽しみながら、そうですね、はい、ぜひその彼ともうまく納得させて楽しいセフレ関係を続けてほしいですね。、はい、またお便りください、はい、さあこの番組では皆様からの質問を募集しております。またイラさんと双方向でつながれる、オンラインサロン世界フィクションでできているの会員も募集しています。詳しくはイラさんのホームページをご覧ください。はい、今日は第106回でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってね。